朝鮮の歴史、朝鮮の歴史では、朝鮮及び朝鮮半島における歴史を述べる。朝鮮半島では、石器などの発見から数万年前から人が住んでいたと思われるが、現在の朝鮮民族とのつながりは明らかでない。約十万年前の最終表記から、紀元前八千年頃まで現在より海面が百三十、ほども低かったため、東、 シナ海の大部分は陸地であったが、紀元前4000年頃にかけての海面上昇により、当時の沿岸部は海中に没し,している。最終表記でも日本列島とは、津島海峡によって、完全な陸続きにはなることはなかった。紀元前4000年頃に、串目分土器が出現する。串目分土器の最古のものは、両賀地域の交流久保文化、 紀元前6200年、紀元前5400年の遺跡で発見されていることから、両画文明の担い手である、ウラル系民族、ハプログループ N、Y 染色体が朝鮮に、串目分土器をもたらしたことが考えられる。朝鮮民族には、ハプログループ N、Y 染色体が一定数見られることから、朝鮮民族の基礎に、ウラル系民族がある可能性が考えられる。 紀元前4000年頃から南部、西部で陸での稲作が始まったとする主張もあるが、証拠となるものは見つかっていない。紀元前1500年頃から無門器が出現し同時に、史跡簿が多数建造されるようになる。これに先駆けて、紀元前2000年から紀元前1500年頃、朝鮮半島より北方の両河流域から北朝鮮にかけての夏家店総文化で、 史跡碁、無門土器や大規模な住居が出現しており、これらが北方から流入した可能性を示唆している。紀元前500年頃から水稲栽培が開始される。水筒の栽培は中国から北方周りの陸自体ではなく海を越えて半島南西部にもたらされたというのが定説となっている。この水筒文化をもたらしたのはハプログループ O1 ビットに Y イ植体の集団と考える学者がいる。朝鮮半島において文献に登場する最初の国家は伝説的な騎士朝鮮であり、その後 A 市朝鮮が成立したと伝わる。英氏朝鮮は前195年頃にエンジンの英マンが騎士朝鮮の王、純王を追い出して建国したとい。A 氏朝鮮は、ミシロマモリの時、菅の武帝に滅ぼされ、領地は、 落老軍、新番軍、林ン,ン軍、ゲン都軍の男四軍として400年間直轄支配、植民地とも言われるされたが、移転や廃止により最後は落老軍のみが残った。4世紀中頃に、満州の王力港付近で起こった高栗が南下して、落老軍北部を征服。九だらも落老軍や大砲軍の一部を征服するが、4世紀末までには高栗が、 朝鮮半島北部を制圧した。南部は和と関係の深いくだらと白木がありどもに和に従属していたが、白木は七世紀中央に入って日本が白月の絵の戦により大陸での影響力を完全に喪失する以前もたびたび長考を怠るなど反復常なかった。高栗は四世紀の高海道の代に南北に領土を拡大し最盛期を迎える。その領土は 満州南部から朝鮮半島北部に渡った。なお、航空を中国の地方政権とするか、朝鮮の歴史に含めるかについては、議論がある、航空歴史論争、航空の歴史貴族をめぐる問題。クダらは、ハンスン、カンやマジロ、今のソウル松白をととしていたが、四百七十五年、航空の攻撃により落上し、有心に戦とした。また、 高句麗とその属国である白ラに対抗するため、和国に人質を出しては当時、儒教や仏教を和国へ伝えた。南端部には、和国の影響も受ける、旧説では、支配下にあったとする、諸小国の雑居するカヤ、から、ミマナがあった。カヤでは特定の国、金管カヤ、高麗、カヤなど、が主導する形になったが、全域を統合する勢力は構築されなかった。 あとに、カヤ諸国は、西側がクダラに並行され、東部も白木により滅ぼされた。中国の司書による記録では、コークリやくの支配層は、不要と類似した言語を話したという。朝鮮半島には、中国大陸からの移住者が数多くあったことが古い、司書に記録されており、チンマサルなどの放棄、天下の半旗、縁、聖、蝶の民が数万口で、 朝鮮に逃避した。魏志東遺伝、新刊は、馬漢の東において、その機労の伝生では、古くの某人が新を避けるとき、馬漢がその東海の地を彼らに裂いたと事故としていた。同然などと、旗や六国からの居住者が建国したように、中国人や北方移民族の移住があり、白木自身も、三国式等に記載された伝説的な四代目の王。 カイ王が和国の北東の伝説的な国系譜を持つとされる王であるなど、周辺諸地域との密接な関わりがあった。7世紀、白木は、唐と同盟を結びくだら、句麗を相次いで滅ぼし、朝鮮半島の大部分を統一した。しかし、唐は、旧航栗の地に、安藤と五府を設置するなど、朝鮮半島を統治下に置こうとする。そこで、句麗復興支援を掲げた。 文武王のもと、白木軍の支援を受けたコークリ軍が東軍を攻撃して、東、白木戦争が開戦する。この戦いにおいて、白木軍は東に圧勝し、東を朝鮮半島から撤退させるも、航空移民は、ツングース系とも言われる末活と共に、大祖堺が建国した、北海国に合流していった。東を朝鮮半島から撤退させた後、 党の構想に一時作法を取り消された文武王は謝罪士を派遣し、作法は復活となった。10世紀に白木は、地方勢力が自立して後、高栗、極らを建てて五三国時代を迎えるが、やがて新しく起こって後、高栗を滅ぼした駒が勢力を持ち、白木を滅ぼして、統一を成し遂げ、王緑江南岸と都満港付近まで勢力を広げた。 後来は十三世紀にモンゴル帝国元の信仰を受け支配下に入った。元の水防と共に失った独立と北方領土を回復したが、十四世紀に元が北へ逃げると親民を掲げる女神族とも言われる李政刑が立てした李氏朝鮮、朝鮮王朝が朝鮮半島を制圧し民に徴候した。李氏朝鮮の前世紀には女神族に対する侵略がたびたび行われた。 ついには、当時半島北部に勢力を持っていた、研修女身の大修理ミツが戦死し、研修女身は、李朝の支配下に入った。朝鮮は15世紀四大国王、清掃の時、黄金期を迎える。清掃は、君民声音、ハングル、朝鮮語の文字の制定、秘書の編纂、儒学の振興などのほか、農業の奨励、対外的には、和漢の設置、 女神との戦争などで領土を拡張した。科学の振興も図られた。昭栄術などを徴用し、天文観測機構の設置や、危機器、根憲儀、管義の制作、時間を表す青ぐ釜日記、自撃牢などを制作するなど、画期的な成果を上げ、朝鮮の基礎を固めた。16世紀に、豊臣秀吉の振興を受け一時国土の大半を征服されるが、民の救援と、 立春神の活躍と秀吉の死去により国土を回復した。17世紀には女神族が建てた清の信仰を受け、集荷的せず大信仰帝国費を築くなどの屈辱的な条件で降伏して作法体制厳しい配下に入った。1776年に22大国王の清祖が即位する。清祖は即位初期には皇国家などを徴用し、 当時、弱まり続けていた王権を掌握していく。当時の政権は老論という一派が、大きな権力を持っていて、王権を上回ほどの実勢を握っていた。清楚は王権を強化するため、政治の改革に着手し、東大羅策を標榜する。東大羅策は、基本的に政治の人事がどこの制派にも偏らず、能力ある人物を登用することで、その裏には、 当時与党で王権よりも強い政権を持っていた、老論を牽制する狙いがあった。東平羅作を通して、阻害されていった聖派の者や住人、諸子とその子孫さえ抜擢し登用した。東平羅作は老論を牽制するかたわら、政治的なバランスも崩れておらず、清楚の知性を一貫する政策だった。清楚の時期に、水原花城、世界遺産の設計や建築に関わった。 低弱用や木製化、高太用、流毒卿などが活躍した。清祖は農業の整備や商業の振興、北学派や実学派を徴用し、いわゆる朝鮮の復興期を導いたが、1800年、清祖の死去とともに改革の成果は消えていった。19世紀半ばから欧米列強が来訪、開国を要求、そして日本、清し、ロシアが、 朝鮮半島の権益をめぐって、対立、日清戦争後に結ばれた下関条約、締結によって、長きにわたる作法体制から離脱し、1897年に大韓帝国、朝鮮から国号を変更として独立するも、伊藤博文を安住根が暗殺し、1910年に全土が日本に併合された。第二次世界大戦での日本の敗戦に伴い、 連合国軍によって、朝鮮半島のほぼ中央を走る北三十八度線を境に南北に分割統治され、その後に各のの独立、南に韓国、これに反抗する最終党は最終党点三事件で鎮圧がなされ、北には北朝鮮が建国された。九百五十年に北側から石火統一を目指して朝鮮戦争が起こるが、 統一はならず現在も南北に2つの国家が並立しており、南北統一をいかに果たすかが両国間の課題となっている。なお、李氏朝鮮末期から日本統治期、米ソ占領期、朝鮮戦争とその後の混乱期にかけて、様々な理由で、清市、中国、ロシア、あとに、ソ連、日本など朝鮮半島外に相当数の人々が移住していき、 在外韓国朝鮮社会が形成されていった。考古学的な実証ある事項はここに記す。また、考古学的知見は新事実の発見や分析の発展で変遷することがある。考古学的交渉のない事項はここに記す。朝鮮半島では、中国から朝鮮半島を経由して、日本列島に至る交易路沿いに、 家境商人の寄港地が都市へと成長していく現象が見られた。戦国時代、ツバメは朝鮮、朝鮮半島北部、新湾、朝鮮半島南部を略属させ、用地に砦を築いて、管理を駐在させ、中国商人の権益を保護していた。新頼は両党軍の保護下にあった。新末干渉の混乱の中、復活した国は管理と軍を中部、 南部、清川港を以南から撤退させた。紀元前197年、艦長は、遠国を大幅に縮小して、両党軍を直轄化したが、その際、エンジンの A マンが、清川港を南に越え、仲間ともに、中国人、元住民の連合政権を樹立した。艦の両党大使は、皇帝の最下を得てこの政権を承認し、英史朝鮮が成立した。 新からの移民とする説もある。古くは、新刊イコール新刊と呼ばれ、旗の四皇帝の老役から逃亡してきた、新人の国という、新刊十二国があり、その中の各足国が発展して、国家の体を成した者が白木と見られている。高栗、九太ク白木の三国が平立。当は六百六十年に九太ラを滅ぼし、六百六十八年には高栗を、 滅ぼした。唐は、高栗の墓地に安藤と墓府を設置、九だの墓地に有神と徳府を設置する。さらに、白木を取り早し州と徳府として、半島全域を半属国から厳しいとしたため、一時的に朝鮮に国はなくなった。しかしその後、白木が唐の残留部隊を襲撃して、唐の領土をかすめると、唐の支配地は、両島半島にまで交代せざるを得なくなり、 朝鮮半島では統一白木が誕生する。白木がその後属国の立場を取ると、改めて党から作法を許された。5世紀後半から6世紀半ばに日本のものと同じ前方後円墳が築造されており、日本の影響力が朝鮮半島に及んでいた重要な証拠とされている。全羅南道では日本にしかない原石から作られたまがたまをつけた装飾品が出土している。 また、シラの金冠にも攻玉性まがたが付けられており、シラが当時、日本の後ろ盾により、権威を得ていたことを示している。シラによる三国統一後、ほぼ同時期に、渤海が旧国栗の支配地域に建国され、両者は渤海が滅亡するまで並立していた。ただし、渤海を朝鮮の歴史の一部とみなすべきか否かについては、賛否両論あり、渤海を 朝鮮史の一部とする1975年以降の韓国では統一白らぎ、北海平立時代を南北国時代と称しているが、北海を朝鮮史へ組み込むことに否定的な日本、中国などでは統一白ら時代、国語版記事と称される。白ら五国栗、五くだらの三国が平立。最終的に、あと、国栗を継承した後来によって統一された。 1936年。連合軍軍政期には北朝鮮及びに南朝鮮との表記が出現するが、この時代における北朝鮮はソビエト連邦軍政下の朝鮮地域を南朝鮮はアメリカ軍政下の朝鮮地域を意味することとして用いられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。